どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田と世界一可愛い日本猿のカイ君とルート君でーす。頑張っていきましょうね。はい、で今日はですね、焼きチョコバナナを作っていこうと思います。さあ、分かってないね分かってないでしょうよ。前ね、チョコバナナを作ったことあるんですよ。で、その時はなんかこうね、周りのチョコだけをこう剥いだりとかしてチョコだけ食べたりとかしやがったんですけど、今回ですね、ちょっと画期的なチョコバナナを見つけまして、なんかキャンプとか行く人がやるみたいな感じらしいんですけど、もうそんな、こっちにみんなさ、固まらないで直接、こうね、バナナにこう切れ込みを入れて、そこにこうチョコをぶっ刺して、で焼くというチョコがこう溶けるわけですよね、と、嫌がおうでも絡むじゃんあの、一緒に食べた美味しさを僕はね、味わってほしいんですよ、お猿さんに。はい、というわけで、作っていこうと思います。イエイルンちゃん、手かぶっちゃってるよ、かゆくに何はともあれですね、食材の準備をしていきましょうよ。はい、で、包丁を使うのは私がやるんで、その他の作業はね、一緒にやっていこうかなと思っております。とりあえず、バナナですよ、バナナね、バナナね、バナナですよね、うん、バナナでしょちょ、食べるノリで開けないで。今食べると、今食べてもしょうがないのよ。だから食うなっつってんの。普通に食うとるやんけ。ああ、歯形がついちゃった。こっちから、ここピーって開けて、今ちょっと開けてくれたとこ開けようじゃん。開けて、そこにこうね、切れ目を入れるわけですよ、こうやって。包丁で切れ目を入れまして。で、切れ目を入れたところに、このチョコレートを挟むということですね。おお。急にそわそわしないで猿が近えチョコレートを開ける時の猿の近さよ開けづれえなめちゃくちゃ開けづらいんだよ。バナナに刺していくんで、あの、これこのまま食べちゃいけないんですよ。よいしょ、開けますよ。ドドーン、いくよ行くよって言うとろくなこと起こんないと思って逃げてくるんだけどチョコ出しただけやで。いくよ、おるよ、いけっつって、いけっつって、いけっつってんのとビビってんのと。もう慣れたね。分かって、乗らない、机に乗らないで。じゃあまずこう折っていきます。折ってみる？俺やる？折ってみちゃう。はい。折って。そう！食べない！食べない！そうなると思ったよ。折るの上手だったけど、多分食べるためだろうなと思ったよ。で、かいく見て見て、こう見て。ここから刺しておこう、こうやって。ね。ほら、こんな感じで。刺していきます。ほら、カイさんも刺してごらん。これをここに入れんの、ここに。ちょ食べないでよ。立て。持って。で、刺してここに。刺して。食べないだ、そう、な、中のやつ食うんだ、おいだからさ、焼くんやっちゅうね、刺したやつを。素材のまま食わないで。ルーちゃんやってみる？できるかな？できるわけねえよな。え、持って。だって口で食うんじゃねえよ。持ってっつってんじゃん。持って。そう。あれよ。で、ここ刺して。はい。ですよね。そうなりますよね。はい。めちゃくちゃ見てるし。刺していきます。で、もう一個ぐらいやっとこうかね。でかいの、これまた向いて。向くだけよ。オッケー、上手。僕はそこまでよ、おいしょ。上手なんだけど。すげえ上手に向いてくれたんだけど。素晴らしいです。はい。ルーちゃんも向けるかな、じゃあ。ルーちゃん、はい。よし。はい。向いてちょうだい。なんでここ食べるの？いや。向いてごらん。向くだけよ。そう、向くだけ。中身食べないで、向いたね、向いたね、オッケー。お、あ、でもさ、お猿さんさ、やっぱバナナ剥くの上手だわ。ほら、ね、上手です。ルーちゃん、ルーちゃん、ね、見えないから、ルーちゃん。上手です。はい。これちょっと歯型ついちゃってるんですけどね。近いのよ、だから顔、画角の半分ぐらい顔になっちゃってるから。お猿さん、やっぱりさ、バナナの皮剥くの上手だわ。サラダだけあって。包丁でね、これに切れ込みを入れまして、よ。で、チョコをぶっ刺していきます。カイくんさ、これ、もうちょっと奥まで押し込んで、これ。奥まで。じゃ、とんないで、とんないで。
メシメシ、さあさあさあメシメシ、奥まで押し込んで、奥まで押し込んで、さあさあさあチョコを奥まで押し込んで、メシ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 、ういいいんじゃないですか。上手でございます。はい、準備ができました。焼いていこうと思います。やってみよう。おやれや。さあ、もうなんかくつろいでらっしゃるけども、お二人さん。あの、こっから、大事なのはこっからなんですよ。これをね、焼いていくんですけれども、じゃあ、まあ、カイ君さ、チョコ持って、食べちゃダメよ。持って、そう。で、おいで。おいで、ここ入れて。ここ入れて。乗せて。まだ熱くない。まだ熱くないよ、大丈夫。乗せて。ここ乗せて。さあ、乗せて。そう。ひっくり返っちゃった。こっち向きがいいな。こっち向きがいいっす。見て、こうやって。持って。で、ここ乗せて。乗せて。はい、じゃなくて、ここ、おいで。食べそうで怖い。おいで。待ってよ。そう、これでここに置いて。置いて。そう。ピッ。OK、そう。カイ君、それも。食べないよ。食べないよ。こう置いて。入れて。さあ、よし。自分で乗せましたからね。で、ここ、熱くなるから、ちょっとこっち乗って。こっちで待って。危ないから。はい。というわけで、スイッチオン。ちゃんと並びましょうね。これで、焼いていこうと思います。どっか行かないで。待ち時間かみたいな。少々お待ちください。はい、ここから割とかかります。割とでもないんですけど。はい、焼き上がるまで少々お待ちください。うん、おお、気になるけど、あっちいかんね。マジあっちいかんね。ちょうど見るのはいいんだけど、熱いからね。めちゃくちゃ気になってるね。かわいい、かわいい、めちゃくちゃ覗き込んでる、かわいい、めちゃくちゃ覗き込んでる。あっちいかんね。触っちゃダメよ。おーおお、介護気になる。見るだけですからね。はい、もどかしいかもしれませんが、美味しくなりますんで、はい、お待ちください。なんかワクワクしててかわいいな。チョコバナナの完成を待つ子供みたいで、ちゃんと真ん中ワクワクしてる感じがかわいいな。バナナが溶けてき、バナナじゃねえ、バナナは溶けてない。チョコが溶けてきてるよ。いいんじゃない、なんかジュージュいって美味しそうよ。バナナの甘いこの匂いが感じませんか。そっち行ってない、バナナの匂いそっち行ってない。やった、あ、来ている。ほんまかいな。一応返事してくれるの嬉しい。お、ちょっとグツグツしてきてるよ。ほら、皮の間がジュクジュクとしてきております。はい、いいんじゃないでしょうか。すげえ今そうだったりして。こっちはね、はい、こっちはね、触っちゃダメよ。もうチョコがもうちょっととろけ柔らかくなってるぞ、チョコが。ねえ、いくよ。よく置いちゃった。ねえ、ほら、美味しそうでやんすよ、これ。ねえ、食べていきましょう。ねえ。さあ、食べていきましょう。ねえ、いや、美味しいと思うんでございますよ、これが。熱いかも、すげえ、すごい熱いかも。ちょっとカイク引かないでよ。熱いかもしんない。ちょっと待ってな。よし、お、行った、熱くない。一旦口から出したりして。熱かったかな。あ、食べてる。よし、食べてらっしゃいます。うちの子食べてらっしゃいます。一応やろうね。え、かわいい、ちゃんとチョコバナナ食べてる感じの口の周りになってるのかわいいな。はい、かわいい、はい、ほら、チョコバナナ。はい、よし。あれ？いらないとか言わないでよ。ルーちゃんが来たりして。あんた、ルーちゃんは気に入ってくれたんだ。手で行くのね。わー。手で行かないでほしかったな。じゃ、カイ君食べてほしいんだって。どう？お、行った。おいった。おいしいやろ。ほら、食べたらおいしい。よかった。食べてくれたい。危ない。食べてるやんけ。よーし、嬉しい。これは嬉しい。チョコバナナの美味しさ、今やっと分かったんじゃない？チョコバナナの美味しさ。ねえ、手でいかないで。気をつけ。口で来て。よし。さあ。うい、おいしい。かわいい。うえい。おいしい。かわいい。おいしいやろ、チョコバナナは。ね？これが人類の英知やで。人類はね、こうやって美味しい食べ物を作ってきてんねん。ね？おいしいやろ。かわいい。
完全に食べさせてもらおうと思ってるとかわいいな。自分で取りに来ないもんね。なんでかな、あんたもう手で取んないでよ。あんたは手で取っちゃうもんね。その後こねないで、こねないで。フォークの上に乗ってるのは勝手に取っていいんだ。だから一回こねんの何なの。うん、結構マジでうまいこれ。マジでバーベキューしたらこれ作った方がいいよみんな。うまっ。はい、というわけで美味しかった人、はい。何よりでございます。はい、というわけで大成功だったんじゃなかろうかと思います。ごめんごめん、感じた。大成功だったんじゃなかろうかと思います。はい、これからもですね、人間が作った食べ物で美味しそうなものがあれば、タイクンルート君に紹介していきたいと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。